はい、二つでございます。うちのチャンネルの、ね、基本方針はね、まあブログの延長でございますけども、で僕はね、理科系の知識をもとにいろいろ考察した話を挙げるのがメインでございます。まあそんなブログ Vlog でございますけども、まあ気に入った、もしくはね、拍手したい、もしくはね、役に立ったって方はね、どんどん、遠慮なしに、高評価なり、チャンネル登録なり、あとは、まあ、コメントでもくだされば幸いでございます。以上、ほな、ヘイマイド、平達でございます。はい。今日のテーマ、まあ、前回の動画で話したやつかな。なぜトヨタ先、まあ、トヨタの創業者がね、100馬力36時間というね、サッチ電池の話をしたかって言われてね、航続距離を400キロって説明しましたよね。まあその根拠がね、分かったもんで、じゃあ今のガソリン車、まあディーゼル車でもいいんですけど、どんなもん航続距離があるかって話もね、通電したいと思います。まあ僕が乗ってきた車だとね、ダイハツミラーミラターボかな、初代の、あとね、スズキのカルタスがね、そういうのタンク容量とね、燃費は分かってるもんで話しますとね、ミラターボが確か27リッターで、まあ全部は全部使いもんでね、2リッターぐらい残しとかんと、ガス欠になっちゃうもんで、確か、まあ25キロで25を400で割ったら、まあだいたい16かな、燃費は 16km/L。 まあそれもね、実際僕がミラー乗ってた頃燃費17だったんです。だいたい合ってます。その次に乗ったのは鈴木カルタスの初代のやつね、1000cc の酸素ボート、あれは33リッターで、まあ仮に30リッターでどんとしてね、当時の燃費がまあ13から14なんで、まあ 13.3 とするとほぼ400キロ、だいたい合ってますね、だいたい合ってる、まあだから、まあ、16時間25キロメートルパワーで400キロっていうのはね、正解だったなと思います。まあじゃあなんで400キロに出したかって言ったら、まあ1日200キロ走るのは当時はせいぜいだったじゃないですかね。で、行き先がね、必ずしもガソリンもしくは電気があるとは限りません。まあガソリンスタンドがね、乱立したっていうかね、たくさんできたのはまあ昭和40年以降やな、僕が生まれた頃、物心ついた頃には各地にありましたんで、まあ30年代に整備されたやないですかね。まあ当時は割と、古いガソリンスタンドは少なかったね、割と新しいとこ多かったからそんなもんでしょう。で、あと電気はまあ昭和30年代には大体の地域によほどのことはなければ整備されましたんで、それも合ってるかな、まあ昔の歌にもあったんですけどね、テレビもねえ、ラジオもねえ、車を襲うほど走ってねえとか出て、信号ねえ、あるわけねえ、オラの村には電気やねえってよし行くぞの、オラ東京さ行くないですか。でもね、あのよし行くぞの電気のねえ村ってのは当時結構ありましたんで、まあ要は帰ってくるまで充電せずに済む距離っていうのを想定したんだと思います。まあそれに電力事情もね、まあ電気屋だから言いますけど、まあ100年前とまあ戦後と大差ないと考えると、まあせいぜい100ボルトの10アンペア1契約ね、とするとまあ
1キロワットアワーかな、1時間あたり、そうするとまあ仮に40キロワットアワーで、400メートル、まあ10キロメートルパーキロワットアワーとしてもね、40キロワットアワーいりますね。んなこと言ったらもう充電に40時間、まあほぼ2日かかっちゃいますね。まあ 100% 充電できるわけはないわけだから、まあ 120% 充電として、48時間か、やっぱり時間限られるわ。でね、なんだか、まあ充電時間っていうのは逆に言っちゃえばね、1日走ってまあ半分ぐらい減ったらまあ24時間充電してまたそこから使うって使い方すればいいんでしょうけどね。かまあ1日走ってまあ満充電までいかんでもまあ一晩充電してまた1日走って一晩充電してかな。そうやってきゃね、思ったよりは走るって感じはしますわ。まあ、でも400、まあ30年前で確か30リッター400キロか、今の車の航続距離、どうやな、ガソリンタンク60キロあ、60リットルあったら、なんぼは趣味やってね。ちなみに、我が家のファーストカーと言えるんかな、アイミブ走っとらんセレナ。あれ 13.3 キロ、国道一本道でそんなもん出ますんで、あれで60リッター丸々使ったら800キロ走っちゃいますね。19で。まあでもそんなに走るもんですかね、1日に。まあ皆さんに聞きたいんですけど、1日何キロを走るって正確に判断したことあります？まあうちはどうかな、うちはまあ女房が運転してもまあ1日通勤で使っても1日20キロ未満、まあ僕なんか平日は車使わへんもんで0キロ、で休日はどうかって言ったらまあ3、40キロ先ですね、せいぜい、月に一遍まあ片道100キロ使いますけど、その時はもう急速充電すなあかんもんで、まあ困るとか計算がいるのはその時ぐらいですかね。あとはまあほぼ自宅の充電器で間に合っちゃいますよ。まああとは高速道路を年何回使うかですね。まあ8月やったかな、僕は一遍このアイミーブで高速使ったのは、あん時の真夏の暑さにはかなわかった、まあ電池容量がただでさえ少ないもんで、ね、窓はちょこっと開けてね、でもなんとか冷気じゃなくても風は入るようにしてたから持ったんですけど、エアコン使いまくりやったらまあ2割ほど航続距離落ちて、もっと充電がいったと思いますよ。しかも充電1日8回か8回やってとうとう電池が発熱して120アンペア流れるところが50アンペアになっちゃったとか、そんなもんかな。ちなみにね、補足、前回の動画のリーフ E プラスで補足しましょうかね。あの電池の重さ、何キロぐらいまでだと思います？まあ、初代が300キログラム。で、まあ、パック数はずっと変わらずに密度が上がってって、まあ40キロアッターも同じとするとね、まあ62キロアッターの E プラスは多分500キロ近いですわ。で、トヨタ先の考えた電池の重量が225キログラム。
まあちょっと大雑把に言っても250だから、うん、まあリーフ E プラスの課題はね、うん、重さを半分にするわけです。要は電池の容量を2倍にする。それは多分今の技術的テーマやないですかね、うん、トヨタ自動車はそれに向けて、うん、まあ全固体電池の開発を、ね、うん、各電池メーカーに頼んではいますけども、うん、マンダトヨタも甘いですね、うん、まあ日産みたいにね、うん、電気メーカーもしくは電池メーカーと、うん、タッグを組んで投資して、うん、リーフの電池作ってるとか、まあ三菱マイアミ部で GS 社と提携してやったりとか、うん、まあ、それで足らんかったらからそこは東芝を使ってね、うん、この M タイプみたいに恐ろしい電池を採用したわけですが、うん、まあ、ちなみにトヨタの全固体電池もね、僕いろいろ調べております、うん、どんな材料だったっけ、うん、LLNO だったから、うん、リチウム、ランタン、うん、ニオブ、酸化物か、うん、そんなもん使ってるみたいですけど、うん、まあでもニオブとかリチウムとか言ったらもう僕は東芝のスーパーチャージ4バッテリーのね、うん、改良版を先に思いついちゃいますよ、うん、この辺やっぱり化学薬やった習った人やないとなかなか分からんす、うん、まあ、ちなみにね、うん、どうだ、うん、ちなみにですけど、うん、電気自動車系 YouTuber の方はね、うん、まあ文系が多いのか理系が多いのかってよう思いますけど、少なくとも電気の分かる方は少ない、うん、機械系分かる方多いんですけど電気分かってね気がしますね。あと化学に関してもあんまりよう分かってない気がしますよ、うん、なぜかそれは目に見えるか見えないか、うん、まあ、あとは数字に強いか弱いかもあるんでしょうけど、まあ、僕みたいに理工系でね、うん、化学習った後に電気の資格取って電気を勉強して資格取ったっていう人間だからね、うん、だから僕は相対的に言うってだけです、うん、それ以上でもそれ以下でもございません、うん、まあ偉そうにって言ってる方はね、うん、やっぱり自分で計算して、うん、それが重要。とにかくいろんな情報をかき集めて自分で、まあ、まあ自分でいろいろ考えて計算して結論を割り出す。これがね、うん、YouTube やっていく上で一番大切なことはないですかね。マンダはうちのチャンネルは100人ちょいのね、底辺 YouTuber です、うん。まあ収益化しようと思ったらそれこそ底辺ですわ。底辺だ底辺だって、8倍、まあ10倍頑張らなあかんな、うん。まあ仮に1000人突破としたしても何円儲かるかまでは僕は考えていませんけど。うん、うちのチャンネルは収益でやってるんじゃございません。単なるアマチュア YouTuber としてね、うん、まあ何を考え何を言ってね、うん、自分の意思をね、うん、ブログに書くだけ、その延長でございますよ、うん、Vlog、まあ、映像ブログとだけ思っておけもらえればねいいんじゃないですかね。参考までに僕のブログはね、うん、持ってるんですけどね、アメブロとか、うん、グーブログとか、うん、まあお客さんは1日100人くりゃいい方ですよ、うん、それが YouTube の媒体に載ったところで何も変わりません。そういうわけで、うん、ただね、うん、他の有名な YouTuber さんのホームページにコメント書いて、うん、でそこでもうもし反論されたら自分の持論を、まあ、YouTube へ出すということでね、うん、そういう方針でやっておりますんで、うん、まあ広報といってもそれぐらいですかね、うん、あんまり広報してねしてもね、
僕はね、どうしてもね、いろいろ先走ったり、はしょったりする、話がはしょったりしますんでね、頭回しすぎちゃってね。うん、まあ、そこんとこは、うん、仕様です。以上、おなまたー。